チョコにしようかな。可愛いの？かっこいいの？うん、楽しいのがいいな。あ、リンクちゃん。あ、京子ちゃんだ。今帰り？何か考え事してたみたいだけど。そうなの、実はね。なるほど、ハピアラのみんなで手作りチョコか。でもでも、どんなチョコがいいかわかんなくて。キョコちゃんは作ったことある？チョコなら作ったことあるよ。最近料理にハマってるんだ。キョコちゃん料理するんだ、すごい。そんな大したことないよ。ところで、買い物するなら私も付き合っていい？リンクちゃんの話を聞いたら、自分でバレンタインチョコを作ってみたくなってね。え、本当に？うん、私たちも友チョコやる予定だし、もう一回手作りに挑戦しようかなって。うまくできたらお裾分けするよ。ありがとう、私も京子ちゃんにお裾分けするね。それでリンクちゃんはどんなチョコが作りたいの？イメージくらいはあるんだよね。やっぱり私らしいチョコがいいよね。ふんころがしチョコとか。もう少し一緒に考えようか。今年のトレンドを調べに来たけど、どれもいまいちピンとこないわね。もっとこう大人な麦茶をアピールしたいけど、パンチに欠けるというか。何してんの？あ、犬よりしのぶ？おいおい、店の中で名前大声で呼ぶなよ。あんたこそ何してんの？まさかバレンタインのチョコを買いに？別にいいでしょ。似合わないのは自覚してるけどさ、ピキピキで私だけ用意しないわけにはいかないじゃん。可愛いとこあるじゃない。うるさいな。あんたこそこの店にいるなんて意外だけど。どういう意味よ。この店のチョコって割と大人の女性に人気だから。私が子供っぽいって言いたいわけ？違うの？違うわよ。まったく、あんたもマホも私のことバカにして。あんたが作るならもっと可愛い方が相手も喜ぶと思うけどね。私には似合わないけど。え？どうしたの？顔赤いけど。うるさいわね。あんたにはチョコ作っても絶対あげないんだから。なんだあいつ、チョコが欲しいなんて一言も言ってないじゃん。